チェンマイ山岳民族博物館は、太陽国チェンマイ県にある博物館。2002年に解散した太陽国山岳民族研究所の民族学研究資料を引き継ぎ、タイの山岳民族に関する研究、展示を行っている。チェンマイ山岳民族博物館の前身は、1965年にチェンマイ大学校内に創設された内務省公共福祉局山岳民族福祉部、 山岳民族研究センター。1997年、ラーマ旧世、ランナー公園内で民族資料学展示を開始した。その後2002年に社会開発、人間安全保障省の監督下に置かれることになった。仏塔を模した八角形の外観を持つ4階建ての博物館は、農法貯水池に浮かぶ島の上に建てられており、12の山岳民族の生活、 社会を説明する道具や写真を展示している。十二の山岳民族はそれぞれ、カレン、モン、ヤオ、ラフ、アカ、リス、ラワ、ティン、カム、ムラブリ、パドゥン、パラウン。2011年1月15日博物館で火災が発生。博物館3階から出火し、3階の王室記念展示室、4階の山岳民族、研究資料保管庫。 諸行消失した。チェンマイ県、ムアンチェンマイ群長棚通り、ラーマ旧世、ランナー公園周辺。95300チェンマイ市内から国道107号を北に 5km。1、タイラット市2011年1月15日。ありがとうございます。